RCX を搭載したローバーボット EV3 は、センサーが増えて多機能になったマインドストロムズは、モーターを備えたプログラムが組み込めるブロックや、センサー、レゴブロック、ギアや車軸、ビーム、タイヤといったレゴテクニックの部品の組み合わせで、ロボットや他の機械、または対話システムを組むためのレゴ車の商品セットである。レゴマインドストームは、 発売当初の RCX と現状の NXT が主で他にも派生型がある。当初はロボット発明システム利として売られていた。また元々は MIT メディアラボとレゴのパートナーシップを通して教材としても販売され使われていた。このブロックはロゴでプログラムされた。最初のビジュアル式プログラム環境はレゴシッツと称され。 1994年に、コロラド大学によって、エージェンチッツを元に開発された。教育用の商品は、レゴマインドストロムズ・フォースクールズと呼ばれており、タフツ大学で開発されナショナルインストルメンツ社の、レイブベオエンジンとして使っている、GUI ベースのプログラミングソフトであるローボラブが、同梱されていた。現状では、教育用 NXT はローボラブ、または、 NXT ソフトウェアのどちらかを選択して別途購入する方式をとっている。教育用とは別に同梱されているセンサーやブロックが異なる玩具用 NXT があるが、こちらは NXT ソフトウェアが同梱されている。レゴマインドストームはコンピュータで操る電子機械部品の組み込みシステムのモデルを構築するために使われるかもしれない。 ほとんどすべての実生活の組み込みシステムは、エレベーターのコントローラーから産業用ロボットに、至るまで、マインドストームを用いて、モデル化できるだろう。プロから趣味人、すべての年齢層からなる活発なコミュニティがあり、デザインやプログラミングの技巧や、その他関連するアイディアを共有している。最初のマインドストームロボティクスインベンションシステムは、1998年に、リリースされた。 DC モーター、注意一部では、ステッピングモーターやサーボモーターであると、勘違いしている場合があるが、これは誤りである。ただし、NXT は、サーボモーターと、タッチセンサーが2つずつと、光センサーが1つ入っていた。別売りの追加パーツとして回転センサー、温度センサー、音量センサーがある。2000年前後では、モーターの新型も登場したが、ほとんど、 旧型と見分けがつかない。変更が見られたところは、モーターのトップにはめ込みの跡があること、重量が若干軽くなった点などが挙げられる。2006年、レゴ社は NXT と呼ばれる新しいプログラミングできるブロックを中心とした次世代のマインドストームをリリースし、2009年、NXT2.0 をリリース。 ソフトウェアは2010年に2.1にバージョンアップした。2013年9月1日に EV3 を発売。言語知識がなくても多様な機能を持つロボットを自由に作ることができる。高度な機能を比較的手軽に実装できるため、企業研修などでも多用される。また、教育版レゴマインドストーム EV3 はレゴマインドストームシリーズの3代目のロボット作成キット。 エボリューションから名付けられた教育版レゴマインドストーム EV3 には今までの利便性をそのままにプロセッサの見直し出力ポートの追加プログラミング機能などの改善や新しく USB ポートマイクロ SD カードスロットオート ID 機能などが追加され多岐にわたる進化を遂げているマインドストロームズ RCX 第一世代の RCX レゴマインドストームの第一世代は RCX という名前のブロックを含むセットである。RCX には CPU が内蔵されており、ルネサステクノロジ社の 16MHz の8ビット c p u で、RH8-300 マイクロコントローラーが採用されている。32K のラムにファームウェアと利用者のプログラムを保存する。外部通信用の IR ポートを持ち、 Windows か Mac のパソコンから専用の赤外線インターフェースを通して内蔵されたラムに口述の対応言語で書かれたプログラムを5種類までダウンロードし登録できる。プログラムをスタートさせればその内容に従い内外の刺激に基づいて接続されたモーター等をコントロールする。これにより RCX を搭載した製作物を単体で自律動作させることができる。また、 複数の RCX 同士で互いに IR ポートを通して番号付きのメッセージの送受信を行うことができ、これを用いて協調動作や競争をさせることも可能。上面には3つのセンサー用入力ポートと3つのモーター用出力ポートがあり、中央に電池の残量や入力、出力ポートの動作状況、プログラムの動作状況などの情報を表示する液晶ディスプレイを持つ。 一般向けのセットには対応センサーとして接触センサーと光センサーが同梱されているほか、製品としては回転センサー、温度センサーも存在する。また出力ポートからは、ランプなどの電飾部品の制御も可能。RCX の赤外線インターフェースは、スパイボット、スカウト、レゴトレイン、NXT とも通信可能だった。 RCX 1.0 IR 受信機の搬送波の周波数は 38.5kHz だったが、RCX 2.0 IR では搬送波の周波数は 76kHz だった。両方のバージョンはどちらの周波数でも送信できる。信号は RCX に内蔵されたタイマーの一つで生成される。RCX はシリアルポートや USB IR タワーを介して、 コンピュータと通信できる。タワーは Windows 98METO XP に対応する。ハイパースレッディングマルチコア CPU のためのパッチが入手可能である。Windows Vista への公式サポートはないが機能するという報告はある。USB タワーは6 4ビットの OS では使用できないが3 2ビットの OS は仮想環境上で使用できる。シリアルタワーは 通常6 4ビットの Windows 7でサードパーティー製の USB シリアルアダプターを介して使用できる。すべてのバージョンの RCX は固有の番号が印刷されていて、技術サポートを受けるときや今では廃止された MindStorm のウェブサイトで ID 番号としてアカウントとして必要だった。最初に製造された RCX は00001 00で、 マインドストーム10周年イベントで展示された。電源は一般的な炭酸乾電池6本だが、RCX バージョン1.0にはそれ以外に AC アダプタ用の電源ジャックが搭載されており、家庭用コンセントからの電源供給も可能で、それにより長時間の使用が可能だった。製品自体には AC アダプタは含まれていないが、電圧さえ合えばた製品の AC アダプタを 曲線や交流、直流に関係なく利用可能でありファミコン用の製品などが流用できる。バージョン1.5以降では電源ジャックは取り除かれている。電源ジャックを搭載した RCX は電池使用時と違い持続的な動作を可能にするため固定ロボットアームのようなロボット工学プロジェクトやレゴモデルトレインへの使用に人気がある。レゴモデルトレインでは RCX に 電車モデルの動作を自動化するデジタルコマンドコントロールソフトウェアをプログラムする必要がある。2008年現在ではすでに生産終了しており、取扱店も在庫のみの状態であり、新品の入手は困難である。教育機関向けの正規代理店では一部販売しているようである。今後価格高騰が予想される。レゴ社製、サードパーティー製最初のプログラム可能なレゴの 製品である。IBM p c 互換機の遺サインターフェースカードで、リボンケーブルと制御パネルで構成された。制御パネルは6個の極性の反転のできない4.5、V の出力ポートと3個の極性を、反転可能な 4.5V 出力ポート、2個の 4.5V 入力ポートと常時出力の 4.5V 出力ポートが含まれた。同様に、手動式の停止ボタンを特徴とした。 本体のコンピュータ上でプログラムを実行して利用者は固定されたプログラム可能なロボットを古い 4.5V のシステムを使用してレゴインベンションで作ることができた。4.5VPC インターフェースは1995年に 9V 式のダックタコントロールラボによって置き換えられた。コントロールセンターは単独で作動する最初のプログラム可能なレゴの製品で、 保存可能なシーケンスを基本としたプログラムを実行した。3個の出力ポートと手動制御と手動によるタイミング情報によるシーケンスを備えた。2個までのプログラムを1回に保存可能だった。手動制御は3台のモーターを独立して制御できた。プログラムを記録するため制御装置をプログラムモードに設定して、どの手動制御もプログラムのために記録できた。一時停止も 同様にプログラムに含まれた。一度記録されると制御装置は再呼び出しに成功して記録中のどの手動動作も実行できた。プログラムの実行は無限ループに設定することができた。後のプログラム可能な制御装置と比較するとテクニックコントロールセンターは大幅に単純でプログラムを呼び出すことだけができた。 1995年に発売されたコントロールラボは後に 9V の自動化、レゴの製品に使用されたセンサーを特徴とするレゴの最初の製品である。コントロールラボはデータ記録機で4個の受動部品、4個の能動入力部品、8個の制御可能な 9V の出力ポートと1個の常時通電出力ポートを特徴とした。同様に手動式の停止ボタンを備えた。 制御パネルは専用に設計されたアダプターケーブルを備えたシリアルポートを使用してコンピュータに接続され供給されたコンピュータプログラムが利用者にプログラムの状態を出力した。これは大半が固定式のレゴインベンションのロボットの運転を基とした。コントロールラボは最初のプログラム可能なレゴのインターフェースである。 古い 4.5V の PC インターフェースが1989年から供給された。初期のセンサーの接続端子は種類に応じて色分けされていた。濃度センサーは青の端子で、受動センサーは黄色の端子だった。後の P ブロックは入力用の色分けを維持したが、後期のセンサーは接続端子の機能別の色分けを廃止した。初期のタッチセンサーも、 同様に後機のタッチセンサーと比較して異なる種類と形状だった。特筆すべきは取り外し可能なケーブルの代わりに、ケーブルは他のセンサーのように固定式だった。これらの初期のセンサーは長いケーブルを備えた。コントロールラボは学校と教育での使用のために設計され、その結果一般の市場では入手できなかった。後に固定式インベンションに移動式インベンションが、 加えられた RCX が教育分野にロボットインベンションシステムが発売されたことによって置き換えられたバーコードトラックキットの部品として登場最初のプログラミング可能なブロックであるモーター、タッチセンサー、光センサーをそれぞれ一つずつ内蔵しているラーンに設定しあらかじめ用意された命令セットのバーコードを光センサーで読み取ることでプログラムできる 命令セットはとても限定されている。この形式のコマンド入力は VLL と呼ばれ、光の変化の連続に過ぎないので簡単に利用でき、後のいくつかのレゴモデルで使われている。レゴサイバーマスターを主にヨーロッパとオーストラリアニュージーランドで売られていた製品だが、レゴクラブマガジンを通してアメリカ等でも短期間販売されていた。日本未発売。 レゴとロボット工学とコンピュータゲームを融合させる早期の試みとして若い読者を対象にしていた。使用されている P ブロックの ESP ソフトや特徴は RCX と共通しているが外観や技術的特徴は異なる。一つの出力と二つの組み込みモーター、三つのセンサー入力がある。以上のように明らかな制限がある一方、 RCX にはない次のような長所がある。これらの利点により、携帯プラットフォームからの操作やポジショニングがとても行いやすい。RCX と同じプロトコルを持つが、前述のように通信方式が異なるため、直接通信することはできない。ただし2つのシリアルポートを持つコンピュータと、単純なプログラムのリピーターで仲介すれば統合可能。RCX と 同サイズのプログラミング可能なブロック。ロボティクスディスカバリーセットに同梱。二つのセンサーポートと二つのモーターポートを持ち、光センサーと LED ライトが本体に組み込まれている。ロボティクスディスカバリーセットには PC インターフェースが含まれていないが、リなどに入っている IR タワーを用いれば PC との通信も可能。スカウトにはスタンドアロンモードと パワーモードの二つの動作モードがある。この二つのモードを使い分けることで PC を使わない初心者からプログラミングを楽しみたい上級者まで一台のスカウトでカバーできるはずであったが実際にはどっちつかずの中途半端なコントローラーブロックという位置づけになった。スタンドアロンモード電源投入後の初期状態はスタンドアロンモードであり組み込みのプログラムコレクションを選択していくことで 単独でプログラミングを行える。保持できるプログラムは一つのみ。また、スタンドアロンモードでは、リモコン、IR タワー、RCX などから、赤外線メッセージを送ることで特殊な動作を行ったり、モーターをコントロールしたりできる。RCX、スカウト IR コミュニケーションコード実際は13、以降のメッセージにも反応する。パワーモードスカウトでは、本体キー操作で、 パワーモードと呼ばれるモードに切り替えることができる。このモードでは IR タワーを使ってスカウトからデータを読み取ったり PC 側で作成したプログラムをダウンロードしてスカウト上で実行することができる。また RCX 用の別売センサーなどを接続して使うことも可能。スカウトの開発環境しかしスカウトのプログラミング環境はあまり使われておらずスカウトは PC から プログラミングできなかったとの誤解があるふしている。これは、プログラミングのためには RDS に含まれていなかった IR タワーが必要だったこと、プログラミング環境が RDS には含まれておらず、初心者には環境整備できなかったこと、プログラミングするならスカウトではなく RCX を多くの人が選んだことなどの複数の理由が考えられる。パワーモードでは、 内蔵 LED を制御して VLL 信号を発することによって VLL で制御可能な他の機器をコントロールすることも可能。レゴロボティクスへの入門製品として登場。本体に光センサーとモーターが一つずつ組み込まれており、7種類の書き換え不可のプログラムが内蔵された非常に簡易的なプログラムブロックである。スターウォーズシリーズのドロイドを模したロボットを 制作できるドロイドキット及びダークサイドキットに同梱。光センサーを VLL 受信機として使うことができ、RCX やスカウト、スパイボティックスから専用もしくは市販の光ファイバーを介して光信号を送ることで内蔵モーターの動作を制御することができる。いわば専用の電池を内蔵したモーターとして使う状態であり、 パワーの必要なモデルを制作する際に有効だが、マイクロスカート自体が大型のため使用には工夫が必要である。サイバーマスターの後継とも言える商品群。コンピュータ上で遊ぶパートと実際にスパイボットを操縦してミッションを解決して遊ぶパートが収録されたコンピュータゲームとセットで販売された。これらに用いられる P ブロックはサイバーマスターと同様。 タコメーターと速度フィードバックを備えた二つの内蔵モーターを持つが、タッチセンサーは一つしかない。ライトと光センサーが二組搭載されており、p c インターフェースとしてのほか、これを用いてスカウトやマイクロスカウト、さらにはコードパイロットとも VLL を使って接続することができる。他のスパイボットや RCX と通信させる拡張赤外線機能もある。 赤外線ユニットは距離と方向を測定する機能を持っており他のスパイボットやリモコン RCX を探知し場所を特定することができる赤外線リモコンと一緒に出荷されるので単一の赤外線ビーコンを倍にできる RCX の動作を外部から制御できる赤外線リモコン別売品プログラムの選択軌道停止のほか。 接続されたモーターをプログラムを介さずに直接制御したりメッセージコードの送信やビープ音を鳴らすことができる。スカウトの制御も可能。スカウトには出力ポートが2つしかないがリモコンの3番目のモーター用のボタンを使うとモーターの代わりに内蔵 LED ライトから VLL 信号を発する。そのためあらかじめ光ファイバーで繋いでおけば間接的に マイクロスカウトの制御もできる。レゴの殻に梱包されたウェブカメラ。機能的にはロボットの玩具ではなく普通の USB 接続の優先ウェブカメラなので他のマインドストーム製品とは異なりプログラミングできず単に PC や他の USB ウェブカメラに対応する装置に接続できるだけである。デザイン的にはペグを取り付けるためのビーム及びポッチが備わっており マインドストーム用の赤、青のスケルトンタイプと、レゴスタジオシリーズ付属の灰、黄色のタイプの2種類の色がある。製作したモデルに、RCX と共に搭載することで資格を持ったロボットを作ることができ、ビジョンコマンドソフトと一緒に使うことを意図されている。他、リの拡張キット、マーズのソフトを利用して、カメラからの映像をもとに、 火星探査機のシミュレーション遊びをすることもできる。NXT を組み立てたロボットマインドストーム NXT は2006年8月にリリースされ初代のマインドストームを置き換えた。キットはサーボモーター3つ、タッチセンサー2つ、光センサー1つ、サウンドセンサー1つ、超音波センサー1つと NXT、知能ブロックを1つ。 7本の接続ケーブルと USB インターフェースケーブルを含む577個の部品で構成される。知能ブロックはマインドストームの脳である。それによりロボットは異なる振る舞いを可能にする。キットには同様に NXT に作成したプログラムをダウンロード可能なグラフィカルプログラミング環境の NXTG を含む。ソフトウェアは同様にアルファレックス、 トライ、ボット、ロボアーム T-56 とスパイクの4形態のロボットに対応した命令を備える。モーターは回転センサーがあらかじめ組み込まれたステッピングモーターで従来のマインドストーム用モーターよりはるかに高性能である。しかしセンサー、モーターともに接続の方式が今までのようにブロックに線が埋め込まれているのではなく、 ブロックの形を完全になくした専用のジャックとなった。機能が向上した分、従来のセンサー、モーターの複数同時接続はできなくなった。NXT の知能ブロックは 48MHz で動作する3 2ビットの ARM7 マイクロプロセッサーと、4MHz で動作する8ビットの a t m a l AVR マイクロプロセッサーを持っている。ブロックは入力ポートを4つ。 出力ポートを3つ、6400ピクセル LCD、マトリックスディスプレイを1つ、USB2.0 ポートと、Bluetooth ワイヤレス接続を持っている。ARM7 プロセッサは256キブのフラッシュメモリと64キブの RAM へのアクセスを持つ。一方で、第2のプロセッサは4キブのフラッシュと512バイトの RAM へのアクセスしか持たない。接続はデジタルで、 センサーと使用できるモーターポートを拡張するマルチパックを加えることができる。i、オーソケットで使われるコネクタは RCX で使われていたものとデザインが異なり RJ12 コネクタに似たポートを使っている。ブロックには 8KHZDA のラウドスピーカーが組み込まれている。ブロックは A タイプのバッテリーを6つ使用する。アルカリ電池が推奨されているが、 充電式電池でも動作する。旧型となってしまったリシリーズに比べテクニック系の部品が大部分を占め、今までなかった新しいブロックの組み合わせ、楽しみが増えた。レゴマインドストーム NXT セットは小売り版と教育用の2つのバージョンで出荷されている。教育用セットの NXT ブロックは充電式電池と充電器を同梱している。しかし、このキットは プログラミングソフトを含んでおらず別売りになっている。いくつかの開発者キットが利用可能で NXT に対応している。2006年5月1日レゴは2006年8月までに NXT のブロックファームウェアがオープンソースとしてリリースされると公表したが12月初頭まで利用できなかった。ファームウェアのソースはザハードウェアデベロッパー。 S キット、ソフトウェアデベロッパー、S キット、ブルートゥースデベロッパー、S キットと一緒に、レゴのウェブサイトで見つけられる。教育版 EV3 拡張セットには、以下のものが含まれている。拡張セットは、ロボットの形を強く、かつ早く作るためのフレーム類や、複数種類のタイヤ、グリップ力を上げるゴムなどが含まれており、より、幅広いロボットを作ることができるようになる。 レゴマインドストロームズエデュケーション EV3 エクスパンションセットのスペシフィケーションズシートに以下の一覧が掲載されている。マインドストームの色センサー2009年6月29日にバージョン2.0発表8月1日発売開始パーツ数が619に増え2個のタッチセンサーと1個の超音波センサーと新型の色センサーが導入された。 NXT2.0 は不動小数点演算を使用するが初期の方では整数演算を使用した。キットの値段はおよそ 280US ドルだった。2010年11月にソフトウェアが NXT2.1 にバージョンアップ。EV3 を搭載したロボットマインドストロムズ EV3 は第3世代のマインドストロムズの製品である。レゴは 第3世代のマインドストームのプラットフォームをエボリューションから名付けられた EV3 と呼ぶことを発表した。EV3 は NXT をさらに発展させた。2013年9月20日発売。マインドストロームズ EV3 セットにはモーター、センサー、EV3 プログラム可能なブロック、550個以上のレゴテクニックの部品とリモコンが含まれる。 ジャイロセンサーを搭載して、セグウェイのような倒立新指式のロボットが組めるようになった。EV3 はスマートデバイスからも制御可能である。さらに、スペック教育版 EV3 のデータロギングは、教育版 EV3 ソフトウェアをお使いいただく場合と、インテリジェントブロック EV3 単体で行う二通りの方法があります。 教育版 EV3 ソフトウェアを利用する場合には、インテリジェントブロック EV3 に接続されたセンサーの値をパソコンの画面にグラフィカルに表示することが可能です。技術情報マインドストームの公式サイト、様々なリソースとポータル、プログラミング言語と OS、サードパーティの拡張デバイス、チュートリアル、日本における技術サポート、RCX 内蔵の H8、 3292マイコン、マインドストーム NXT のリンク。ありがとうございます。